ブンデスリーガ3部ドルトムント2に所属するミッドフィルダー丸岡充、18歳が、ブンデスリーガデビューを果たした。アウェーマインツ戦で、開幕戦以来のベンチ入りを果たした。すると、2点を追いかける後半34分に、クロップ監督が、肩に手を回して指示を与え、投入された。ドリブルを仕掛けるなど、攻撃のリズムを作った。得点に絡むことはできなかったが、大きな一歩を踏み出した。